イギリスロンドン郊外ウェンブリースタジアム、72年の歴史を誇るこのスタジアムにおいては、いかなる強豪も伝統あるチームもホームグラウンドとして使用することはただ一つを例外として許されていません。そのチームこそがサッカー生誕の地イングランド代表です。そのウェンブリースタジアムに初めて東洋の国日本代表のイレブンが立っています。95インターナショナルチャレンジ、日本代表が史上初めてイングランド代表に挑戦します。戦後日本代表が国際 A マッチに登場したのが51年3月7日ニューデリーのアジア大会以来、数えて今日が355試合目、まさに日本のサッカー史に画期的な1ページを刻む試合です。今日本サッカーに新しい扉を開くホイッスルが鳴りました。右にエンドを取った青いユニフォームが日本代表、左にエンドを取った白と紺のユニフォームがイングランド代表です。放送の解説は松本郁夫さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。まず日本がイングランド陣内に入ってまいりました。午前中激しく降った雨は今小降りになっています。ロンドンです。ロンドンは今6月3日土曜日の午後を迎えています。松本さん、はい、何かこうワクワクするようなドキドキするような感じですね。いいですね。先ほどこのウィンブルで聞くあの君がよ、君がよね、はい、胸がジンときましたね。やはりこの新たな歴史を作る日本のサッカー、はい、夢に見たウィンブリースタジアムですね。1995年の6月3日、はい、また日本がボールを取りました。相馬です。一旦戻して山口、カズ、森島、森島も抜けるか、抜けません。イングランドがバックパス。まず今日本がイングランド陣内で試合をしていますね、はい、非常に立ち上がりいいリズムですね。特にあの森島がですねオフェンシブなリンクマンでもうすでに2回ボール触ってですねあわやという場面作りましたね。相馬ボールを入れます。カズへ、日本代表がイングランド代表と試合をするのは有史以来これが初めてのことになります。北沢ボールを取られました。イングランドプラットから前へ、これは日本の周算が早い。戻します。バキ右に展開、この人はサイドバックネビル。日本ボールを取った、取られた。アンダートン攻める、中央に送る、ボールを取った日本。あ、森島インプレーだ。非常に落ち着いて積極的ですね。いいですね。北沢前に送ったカズへ、これはオフサイドです。それでは歴史を刻む日本代表のイレブンをご紹介しましょう。 3-5-2 のシステムです。ゴールキーパーは前川、ディフェンダースイーパーにキャプテンの柱谷、右に井原、左に田坂を入れています。終盤は右サイドに奈良橋と森島、左サイドに相馬と北沢、山口が中央でつなぎ役を果たします。フォワードは三浦と中山、カズとゴンの2トップです。以上が今歴史を刻んでいる日本代表スターティングイレブンです。控え選手黒崎、福田を展開次第では使うことになるかもしれません。なおラモス、ルイは怪我のため今回の遠征には参加していません。日本柱谷から前へ、北沢、北沢からまた前に送る、カズボールを取られる、北沢、イングランドボールを前に持っていく、この辺りのスピードは速い。トリモアサイドバック曲がってきている、北沢、カズへ、中山が中央に走っているぞ、カズがあっと間に合わない。今ね立ち上がり非常に日本がいいのはね、はい、長いパスでフリーの選手にボールが渡ってますね、はい、森島シュートが中央に送った、中山、これはオフサイドです。今日特にあの日本のチーム考えないといけませんのは、はい、短いパスをですねつなぐということは非常に難しい、相当厳しいですね、イングランドのプレッシャーがかかりますので、はい、長いパスでですねできるだけ攻撃を組み立てたいと、はい、日本の鴨監督の表情が映りました。比較的落ち着いているようです。それでは対しますイングランド代表 4-4-2 のシステムです。ゴールキーパーこの人フラワーズ、センターバックスはスカールスにアンソワーズ、サイドバック左にピアース、右にネビル、中盤は守備的な位置にバティ、左
キャプテンのプラットがゲームを作ります。右に長身のアンダートン、左にベテランのベアズリー、そしてフォワードはイングランドの若きエース、プレミアリーグの得点王シェアラーとトリモアです。今のはオフサイドです。ディフェンダーのスカールス、アンソワー、スピアース、フォワードのコリモアの4人が今日代表のデビューを果たしています。控え選手です。怪我で戦列を離れていましたイングランドの国民的英雄ポール・ガスコインが代表に復帰しています。本人は途中からでも出場したいと話しています。柏谷、大きな展開、前へ、中山にボールがつながらない、北沢ボールを拾って中山へ、森島シュートに行けるか、行けません。もう一度中山、カズ、中山、中山のシュートを跳ね返った。右サイドにボールが流れています。中央山口から左サイドに、大きくサイドチェンジは相馬、中山にあっと滑った、滑りました。12時現在の気象状況ですが、気温がご覧の通り15度、南西の風がおよそ4メーター吹いています。午前中かなり雨が降っていました。ちょっとこうスリップするような感じはありますか。それとね、はい、もう一つは昨日ですけども、練習終わった後にね、このピッチ芝をですね、本来国際ゲーム25ミリなんですが、はい、18ミリにねちょっと短めにしたんですよね、ここにちょっと意義がありましてね、はい、イングランドは今日この短い非常にこのボールが走る状態を利用して、細かいパスをですね早くつなぐと、はい、これをどうもやってきそうな感じがするんですね。あ、そうですか。中央銀髪が見えています。この人がポール・ガスコイン、後半あるいは前半の途中からでも今日は試合に出場したいと話していました。さて今日のこの試合、グランドレベルピッチのすぐそばで野口敦史アナウンサーが情報を伝えてくれることになっています。野口さん、はい、今日のゲーム前真っ先にグラウンドに現れたのがカズでしたね、はい、サッカーの聖地ウェンブリーということは独自に意識はしていないという話だったんですが、ゲーム前に君が代が流れますと胸に手を当てましてね、感慨深そうな表情をしていましたね、はい、そして今日スタンドにはロンドンの日本人学校から300人の応援団が駆けつけています。北澤選手はそれを見ましてね、試合前にアウェーという感じがしないね、すごい心強いよと話していました、はい、そして鴨監督なんですが、今日の試合のポイント、はい、どこでボールを取るか、これに尽きるという話をしますね、深いところでボールを奪っても崩せない、前線でプレスをかけて早めのチェックでボールを奪ってゴールに結びつけたい、はい、ゴールを抜けたぞ、シェアラー、シェアラー、シェアラーのシュート、前川を抑えた。もう一度、今度はプラットキャプテン、中央にコリモアに笠が出ます。ああ、前川は、ね、一番いいプレー出たね。今のは決定的な場面でした。特にあの1対1に強い前川ね、はい、いいタイミングで前へ飛び出してシュートしてきましたね。イングラ、さあまた繋いだアンダートン、アンダートンのシュート、弾いた、飛びます。さあイングランドが攻めに反転した。特にね、はい、右サイドの今シュート打ったですね、11番のアンダートン、はい、この選手の突破とチャンスメイク、これ気をつけないといけませんね。前川はまず2本の厳しいシュートを抑えました。特にシェアラーとは1対1決定的でした。さあ日本相馬左サイド、さあ北沢、カズへ、カズが中央を見て山口、中を見た、右サイドに中山だ、カズがボールを取る、ゆっくりとした展開、森島、カズ、中山につながらない、北沢、フラットと競り合ってこれを落とします。今日のね、はい、このゲームのポイントっていうのは両チームともですね、ボール持った選手のプレッシャーってのは相当厳しいはずなんですね、それをどうかわすかがポイントなんですね、かわせたら日本もですね、はい、相当チャンスが出てくる。相馬、北沢、激しいボールの奪い合いは数、三浦、相手を見て一旦下げる、木原、キャプテンの柱谷、右に振って田坂、前にボールを送った奈良橋、森島へ、奈良橋前に出た、中央に中山がいるぞ、ボールを取られました。ゆっくりとした展開、日本、今度はイングランドです。ベアゼリーからコリモアにボールを渡った、柱谷に出ます。このコンビネーションね、はい、田坂が今日はですね6番のコリモアについてますね、はい、今のように流れてですね、ボールフリーで受けるときにうまく柱谷がですね、カバリングする、はい、これができたらいいですよ。コリモア、コリモア、センタリング、柱谷、
手元の時計で前半の9分を回っています。この人が田坂、代表の出場は今日が2試合目です。ボールを中央に送るアンダートン、日本ボールを取った、どこに送るか、山口右に振った、いいパスだ、中山、中山逆サイドに北澤と、そしてカズも走っているぞ、シュートに行った、正面です。今のいいプレーだ、はい、日本選手のですね良さ、瞬間的な速さで相手をかわしてしまう、中山今トリッキーなここでプレーしましたね、はい、これでシュートへもっと思い切って打った、いいプレーだったですね。今日はプレッシャーのかかる試合になることは間違いない、ただそのプレッシャーを快感に変えていくんだ、いかにも中山節が出ていました。ただ真顔で話した中山の話、ウェンブリーでやることは一生かかって努力してもできる話ではない、それが実現した今日のこの夢の舞台で東洋の端から来た日本が思い切って暴れるんだ、そう中山は話していました。左サイドイングランド、ゆっくりと攻め上がっていきます。9番がアラン・シェアラーです。サイドチェンジ、キャプテンプラット、ワールドカップで4得点をマークしているプラット、中央にボールを送る、4番のバティから左サイド、ピアース、ボールを中に入れますが、これはキーパー前川が出ます。船越さん、はい、地元ロンドンのブックメーカーではですね、今日のこの一戦3対0でイングランドが勝つというのが一番人気なんだそうですよ。あ、そうですか。それについてベナブル監督は、とんでもない、3対0なんてとんでもない、怪我人が続出で今日代表デビューする選手が4人もいるから、まず今日は1点を取ること、はい、これに全勢力を固めると話していました。あ、慎重です。キャプテンの柱谷、前にボールを送って山口、右に振って井原、井原から前に送ります、奈良橋、奈良橋ボールを取ってセンターサークル付近、山口右サイド、相馬が、左サイド相馬が走っている、相馬上がってきた、中央にボールを入れない、もう一度山口、前にカズ、そのカズに、カズからもう一度山口、中山にボールが、取った打てない、シュートは打てません。このね、はい、縦パスがね、ペナルティエリアの中に今のように入ったら絶対チャンスできますね、はい、ここだ、もう一度ダイレクトでね、オフサイドではありません。このヨーロッパのチームとやるときに、はい、ペナルティエリアの中のパスっていうのが非常に難しいんですよ。おしかし今いいタイミングでですね出せましたね、はい、まず日本ここまでは前半手元の時計で12分になろうとしていますが、ほぼ互角に渡り合ってますねと思っていいですね、はい、アンダートン、アンダートン、アンダートン、左に振った、この人トリモア、トリモア、日本ボールを取った山口、これをね時間かけずに攻めたらいい、はい、中山、北沢へ、前へカズ、そのカズへ、最終ラインがかなり押し上げていますが、イングランド、ネビル、アンスワー、左サイドピアース、ペアズリーがこの位置まで下がっています。トリモア、ワンタッチでアンダートン、キャプテンプラット、さあサイドバック上がってきた、ネビル、パスを送る、コリモア、ヘディングセット、日本大丈夫、井原、前にボールを振って、これはオフサイドです。立ち上がりですね、はい、日本チームが一番気をつけなかったらいけない、ゆっくり攻めるという、ええ、これがないですからね、はい、今日非常にいいリズムでゲーム進めてますよ、はい、チャンスありと見ていいでしょうね、ベアズリー、レアリー抜かれた、一旦下げる、ピアース、中央に送ってバティ、バティが見て前にボールをポーンと来る、オフサイドです。なおこの試合の放送は地元ロンドンの B スカイ B スカイスポーツの映像と日本テレビ独自のカメラ2台をミックスしてロンドンより衛星中継で送っています。さあカズ、カズ、カズ、ペナルティエリアに入った、中山が逆サイドにいる、あっと中山にボールが送れません。かなり松本さん、イングランドの最終ラインが押し上げていますね。それよりもですね、はい、この日本が非常に速いパスワークで崩してる、これが立ち上がり非常にいいゲームにしてますね。日本の三浦和義です。とにかく今日は個人としてのプレーよりチームとして日本としていい試合をしたい、そう三浦は話しています。奈良橋ボールを入れます、中山、これは反則です。この試合の主審はウィレンバーグさん、オランダ人です。
先進ヒューバーズさんとタレンスさん、いずれもオランダからです。森島、カズ、ミサイル、奈良橋上がってきた、中央中山持っているぞ、低いボールだ、森島、まだライン割ってない、中山、はあ、北沢でした。これはゴールラインを割っています。あ、今日ね、この15番の森島ね、はい、非常にあの広範囲に動いてチャンスに絡み、なおかつですねディフェンスで非常にいい活躍してますよね。そうですか、うん、とにかく前線の空いたスペースにスピードを生かして走りたい。ただまだディフェンスの仕方は、まあ、クラブチームとちょっと違いますので、代表のこのディフェンスをしっかり今日はやりたいんだと話しています。堀モア、日本ボールを取る、落ち着いてボールを回しています。北沢、左サイド、相馬へ。相馬も今日日本代表として2試合目、まだまだ若い選手です。これはタッチラインを割っています。今日はこの相馬ね、はい、ポイントを握っているというのはですね、相手の右サイドの11番のアンドートンと12番のバックスのネビルがですね、はい、交互にオーバーラップしてくる、それを相馬がどう守備するかっていうのも一つのポイント、はい、なおかつ守っているだけではこれ展開ができませんから、いかにいいタイミングで攻め上がっていくかというのが奈良橋と相馬に課せられた役目ですね。ですね、左サイドと右サイドからですね、はい、先ほどは奈良橋がセンタリングしましたね、はい、相馬にもそのプレーが欲しいと。さあ、この人は奈良橋です。前を森島が走っています。前にボールを送った中山だ、キーパー出てきました。ここまでイングランドシュート2本、日本もシュートを打っています。右サイドへ、この人がネビル、アンダートンへのパス、パスが通るか、これはタッチラインを割りました。奈良橋ですね、はい、右サイドで先ほどセンタリングしたベルマーレの選手です。今日は日本代表として6試合目になります。まだ23歳、これからの選手です。まずボールを取られた、バティからピアス、ネビル、中央にボールを送ります。アンスワース、そしてピアス、前にボールを送ったシアラー、アラン・シアラー、バティ、ゆっくりとした展開です。キャプテン、プラット、プラット前を向いた、ピアス、この辺りはイングランドがゆっくりボールを回していくが、これでボールを奪った日本、田坂、山口へ、数が下がっていました。右にボールを送って中山、右サイド、スズルッと奈良橋上がっていった、これはイングランドボールを返します。手元の時計で前半の17分を回っています。日本代表が歴史上初めてイングランド代表と対戦しています。うん、抜けた、キャプテン橋中に落ち着いてボールを処理します。お、このボールは前川が出ますが、井原だ、井原が前に送って橋中に、この辺りの詰めはイングランド激しい、相馬がポーンと前に上げます。数強い、中央に送った森島、取れない、またイングランドボールです。戦後日本代表が初めてヨーロッパの代表と対戦したのは61年11月のユーゴスラビア戦です。井原がヘディング、この時のメンバーには現在の J リーグ川淵三郎チェアマンの名前もあります。森島、右に振って中山、中央、数が待っている、ボールが分かりません、ベアズリー。この初戦のユーゴスラビア戦から5月21日今年行われましたスコットランド戦まで36試合日本の2勝29敗5つの引き分け、勝った2試合というのは68年メキシコオリンピックのフランス代表を3対1、そしてアイスランド71年に2対0で勝ったという2試合だけです。まあ、アイスランドはヨーロッパの代表チームではありますが、まだワールドカップに出場したことのないどちらかといえば弱小チーム。松本さん、はい、それだけ日本はこのヨーロッパの代表に勝つというのは難しいんですね。やはりね、おボールを取った、ロングシュート、井原が体を入れました、キーパー前川が出る、パンチング、もう一度アンダートン下げる、これで反則は、いや、キーパーとぶつかってね、ホリモアが倒れています。まあ、特に日本のサッカーというのはこのヨーロッパの速さと強さのサッカー、どちらか言いますと苦手ですよね。うん、イングランドのサッカーと言いますと、はい、よくこのロングボールを多用して高さで競うという印象があるんですが、ですけどもこのチームはですね、
やはりこのスキルですね、技術というものをベースにした非常に多彩なサッカーをする、まあ、やはりイングランドからのサッカーも少しずつ変わってきつつあるということで、はい、見ていただければと思いますね。今日はキーパー前川が頑張っています。まもなく前半の20分ですが0対0、日本イングランドともに得点はありません。長いボール、中山にボールを送りました。後ろから激しい、これはホイッスルありません。中央にボールを送る、フラット、北澤ボールを取った。さあパスが遅れません。一旦下げるイングランド。右サイドネビル、例えばこの中盤見ていただければ分かると思いますよ、はい、今バックにボールが出ました、ええ、しかしね、はい、これはまあ一つこれはイングランドらしいというセンターフォワードを出しますね、ええ、でもこれまでのゲームはどちらかといいますと中盤をですね、はい、組み立てて速いパスワークというのがありますね。日本が初めてウェンブリースタジアムに立っています。イングランド代表との最初の試合になります。果たしてどこまで日本はイングランドとやれるんでしょうか。まだ両チーム得点がありません。山口、カーズ、んこのボール取られた。バティ、トリモア、一旦下げます。ピアス、ベアズリー、もう一度ピアス、この辺は非常に細かいパスワークが今行われてますよね、はい、右サイドへ振ってネビル、ゆっくりとした攻めです。前にボールを送った。日本これはきっちり守っています。井原、北澤、相馬へ、前にボールを送る、カズ、あっとオフサイドです。でも立ち上がりですね、はい、非常に日本の球離れが良くて、それからボールの引き出しというものが非常にいいですね、はい、ですから攻撃がですね、これまで見た日本のチームの中ではですね、出来がいいという判断していいと思いますよ、はい、そうですか、このウェンブリースタジアムは1923年、翌年の大英帝国博覧会に合わせて建設されました、まあ、王室の威信をかけて作られ、当初は20万人をも収容したと言われています。現在は全て独立した一席に改築され、8万人を収容します。48年のロンドンオリンピック、そして66年にはワールドカップのメインスタジアムとして使用されまして、決勝では地元イングランドが延長の末西ドイツを下しています。このウェンブリースタジアムは代表の試合、そして FA カップリーグ戦のカップの決勝戦のみに使用されます。いわゆる日本の J リーグに当たります一部プレミアリーグでは一切使用されることはありません。従いまして、イングランドのサッカー人としてもこのウェンブリーの芝を踏むことは最高の名誉と言われています。アラン・シェアラー、一旦戻したベアズリー、ベアズリーポーンと送った、コリモアのヘディング、やっとする場面でした、まあ、それはね、コリモアにね、これ完全にフリーだったでしょ、田坂がちょっと置かれましたからね、はい、イングランド決定的な3本目のシュートでした。このコリモは24歳、今日初めてイングランドの代表としての試合に臨んでいます。ただコリモはね、はい、今年のイングランドリーグの得点第4位ですよね、22点ということでね、はい、得点力ありますよね、フラット上げます。前にボールを送るアンダートン、日本井原だ、井原がまず体を入れ替えた、しかし強い、中には体が大きい、これはホイッスルがなりました。井原も話しています、今日の試合が代表として74試合目、日本代表としては歴代2位タイの数の多さになりました。最も多いのは80試合のヴェルディの津波選手です。今は一旦戻す、前にボールを送る、シアラーへ通らない、日本山口、右サイドへ振って奈良橋、奈良橋が森島へ、森島、奈良橋ワンツー、もう一度森島、いいプレーだね、森島
森島前に行く、速い、あっとこれはホイッスルが鳴りました。日本チャンス。今のワンツーはスピードもありましたし、正確でしたね。この森島15番とね、2番の奈良橋のダイレクトのねパスワーク非常に良かった。さあフリーキックの位置、前半の現在24分、キーパーフラワーズ直接狙った、カズワンバウンドこぼれた、抑えました。カズが直接狙っていきました。それとね、はい、先ほどからね、まあ、こういう思い切ったシュートっていうのが出てきてるでしょ。っていうのはね、相当日本の選手たち自信を今つけてプレーしてますよ。立ち上がりから、はい、これは十分に戦えるぞということですね。ということですね、はい、シアラ一旦戻す、レアズリー、ベテランレアズリーが右サイドへ振って、アンダートンロングシュートもあるぞ。右サイドネビル、サイドバック上がってきた、戻す、バキーからパスが通らない、日本つないで相馬から北沢、スルーしてカズ、中山左サイド、ホイッスルありません、ありません、ホイッスルはありません。やはりこの辺りがイングランドのホームです。はい、5人がウォーミングアップを始めました。もちろんガスコイン選手も含まれています。そうですか、ガスコインがウォーミングアップを始めたという情報が入りました。これはタッチラインを割りました。インターナショナルチャレンジ、イングランド代表対日本代表、前半25分を回って両チームまだ得点がありません。ベテランベアズリー、左サイドに振った、中央シアラー待っているぞ、コリモワカ、このヘディングシュートは外れます。アンダートンでした。この人がポール・ガスコインです。足の骨折、2度の手術を経ました。1年ぶりに代表に復帰しています。とにかく今日はガスコインを一目見ようと、イングランドファンもこのウェンブリースタジアムに駆けつけているんですね。そうですね、久しぶりのですね代表復帰ですから。はい、トリモアだ、ロングシュート、力強いシュート、187cm で89kg もあります。24歳、船越さん、はい、今日のこのイングランドの2トップ、シェアラーとコリーモアだというスタメンをリネカーが聞きましてね、でこの2トップはトゥーパワフルフォージャパン、日本には強烈すぎると話していました。そうですか、9番がアラン・シェアラー、プレミアリーグの得点王、そして6番が今日代表デビューを果たしましたコリモア、4、5年前からずっと力を蓄えてまいりました。代表になるためにサッカーをしてきたというコリモアが、代表での自分の地位を不動のものにしたい、今日は何点でも取るんだと話していました。キャプテンプラット、トリモアへ右サイドに振りますが、これはボールが長い。ちょっとここまでは日本がほぼ互角に戦っていますから、互角ですね。それとバックラインが完全崩されていませんからね、はい、逆にイングランド代表としてはこんなはずではという焦りが出てきてもおかしくないんです、ね、先ほど監督がですね、はい、3点というね、賭けの、あれはいや1点だと、はい、いうようなゲームははっきりここで出てるじゃないですか。あ、そうですね、奈良橋前に送った、森島ボールがつながった、中山が前にいるぞ、北沢も走ってきた、カズが中央にいる、まず中山へヘディングで落とすが、ここにはいない、ここには人がいませんでした。さあ逆襲はイングランド、コリモア、これはホイッスルです。早い展開に気をつけなければいけませんね。そうですね、横パスはね、はい、いくら通しても構わない、はい、横パスやってるこういう縦パスですね、はい、これを気をつけないといけない。ボールは取った、アラン・シェアラー、アンダートン、センタリング、これはキャプテン柱谷、左足の内転筋を痛めておりまして、あるいは出場はダメかという話もあったんですが、キャプテンマークをつけて出ています。まあ、先ほどのですね、左からのセンタリングもカットした、はい、今右からのセンタリングもこれ柱谷にね、はい、非常にいいコースに入って防ぎましたね。さあイングランド前半最初のコーナーキックになります。イングランドのコーナーキックは2つですね、長いボールとこれニアですね、はい、ニアで後ろに送るやつね、リング、はい、これがイングランドの典型的な、さあ日本バックスラインがずっと上がった、柱谷が下がります。長いボール気をつけなければいけない、アンダートン、シュートは左、
ダレン・アンダートン23歳です。日本日の丸左手につけている柱谷、ここはねフリーで絶対にプレーさせない競り合い、そしてこぼれたボールに対してですね、はい、寄せていく相馬と柱谷ですね。こういうプレーゴール前で出てくれば、はい、そうは点数取られませんよ、それで取ったボールを早く攻めると、はい、フラットからバキアンダートン、アンダートン上がる、強い、速い、アンダートン、トリモは中央にいる、ボールを送る、流れている、フラット、もう一度アンダートン、アンダートン、ボール相馬、コーナーキックになります。アンダートン11番のね、はい、この選手テクニックとそれからドリブルが非常に得意な選手なんですね、はい、ですから右サイドチャンスメイクということで要注意ですね。前半の30分も手元の時計回りました。イングランド前半2本目のコーナーキック、今度は長いボールだですね。キーパー出られない、日本競り勝った、中山ロングシュート。ですから今ですね、右からコーナーキック2つありましたね、先ほどはニアに短いボールで後ろに反らそうと思って1つ、それから今長いボールで逆サイドで一気にですね、これですね、このコーナーキック、この2つだけですね、コーナーキック日本の守備者はですね気をつけたらいいですよ。前半の30分を回ってまだ0対0、日本ほぼ互角に戦っています。さあパスが出た、カズ、これは長いか、キーパーキムフラワーズ、今シーズンのプレミアリーグ1部リーグを制しましたブラックバーンドーバーズのレギュラーキーパー、イングランドで最も高級取りのキーパーでもあります石田谷、ところはゴールキックに変わります。当たってくじけるんではなく、当たって砕けるんでもなく、当たって押し倒したい、今日は勝ちたい、そう話している柱谷です。ただ28日日曜日のエクアドル戦で左足の内転筋を痛めました。こちらに来ても十分な練習はできませんでした。松本さん、もしかすると柱谷が出られないという想定もあったようですね。監督も昨日まで頭痛めましたね、はい、で今日当日になって決めるということを話してましたから、まあ、今のところですね、はい、その怪我って言いますか、全くそれ感じてないと、影響はない、大丈夫ですね、はい、まだ日本得点を許していません。ちょっと滑った、これはオフサイドがあったようです。日本代表が史上初めてイングランド代表と対戦している95インターナショナルチャレンジ、加茂監督は今大会ブラジル、スウェーデン、イングランド3カ国と対戦するんですが、ここで日本のチームとしては大きく成長したい、そう話していました。キャプテンプラット、イングランドボールを送った、アンダートン浮かして柱谷、まだボールは行っている、アンダートンだ、これはゴールキックです。今ね、はい、イングランドのやるサッカーに一つ引っかかったんですよ、プラットがですね左サイドへグーッと寄せていって、その動きに対してですね後ろの選手がスーッとボールを守備に行きましたでしょ、はい、奪われたのをゴール前まで攻められた、でこれ11番のアンダートンなんですけどね、はい、この前のところのプレーというものをですね日本チーム気をつけないといけません、はい、ボールを取りますコリモアですがタッチラインを割りました。やや静かになりました。ロンドン郊外北西に12キロあります。現在日本はイングランド陣内で 25% 試合をしています。ただ攻められているのも 31%、 ほぼセンターサークル付近にボールがある、あまり押されているということが数字の上でも現れていますね。そうですね、ですから、まあ、数字で出てますけれども、はい、我々はですねやっぱり日本とイングランドですからね、はい、相当やられるんじゃないかと、こういうですね予想してたわけですから、今の数字はですね全く互角と言って私いいと思いますよ、中山フラット取った、ボールを前に送る、井原カットしたが、レアズリーベテラン右に振った、アンダー飛んだ、コリモア中央にいるぞ、シェアラに送るか、コリモアだ、ボールが長いか、奈良橋走る、日本とイングランド、現在イギリスは夏時間に入っています、
従いましてグリニッジ標準時間とは違うんですが日本との時差は8時間あります。現在こちらは6月3日の午後を迎えています。ほとんど今雨は上がっています。ボールを取った北沢、森島、森島ポーンと出した、オフサイドです。カズがちょっと天を仰ぎました。確かにヨーロッパのサッカー壁は厚い、ただどんなに厚い壁でも破れないものではない、そうカズは話しています。アラン・シェアラー、シェアラーが右サイド振ったアンダートンだ。アンダートン、センタリング、コリモア、日本競り勝った。もう一度バッキーから後ろにボールを下げます。カールス、日本ボールを取れるか、取れない、取れない。相馬、あにゃー強い。アンダートン右に振った、バキーセンタリング、前川出る、ナイスプレー、前川出ました。この前川は5年前、2ヶ月間になりますがイギリスマンチェスターユナイテッドでトレーニングキャンプを行いました。従いまして日本選手の中では誰よりもこのウェンブリースタジアムに対する思いが強いんです。マンチェスターは当時 FA カップの決勝に進出しようとしていました。とにかくあの大のイギリス人がこのウェンブリーの芝生を踏むために一言も文句を言わずに真剣に練習する姿にやはり心を打たれたようですね。そしてその時にですね、やはりあのイングランドもゴールキーパーちょっと不足しているということで、前川どうかという話が出たという。あ、そうですか、ね、2億5000万でどうかという話が出たというのをね、ちょっと聞きましたよ。あ、そうですか、2億5000万ですか。現在前川は日本のサンフレッチェで活躍しています。そして日本の正ゴールキーパーに成長してまいりました。その前川は練習中にはもう BBC の英語のインタビューを受けるというのがありました。英語で一生懸命答えていました前川です。さあサイドチェンジ、相馬が出た、下げる、井原、ポーンとボールを浮かせて、これはタッチラインを割りそうです。日本としましたらね、はい、ツートップのね、6番のコーリモアと、はい、それからもう一人の右サイドのですね、9番のシアラ、ここへ縦パスが入った時に、はい、ダイレクトで後ろに残しますね、あそこのですね、組み立てというものを一つ潰さないといけない。それからもう一つ要注意はですね、はい、両サイドでボール奪った時に相手のプレッシャーがぐがっと来てですね、ボールを奪いに来る、はい、それを取られないことが大切ですね。平越さん、はい、鴨監督もね、ロングのハイボールは精度が高いし背も高いし怖いと、だけど一発では決められないだろうから、はい、落とされたところでやられないように注意だと話していましたね、はい、そうですか。鴨監督は戦前話していました、何点取られても点を取りに行く姿勢は変わりません、しかし勝つつもりであることは間違いありません、話しています。キャプテン柱谷クリア、ちょっと小さいボールを曲げ、アンダートン、さあボールを浮いている、田坂クリア、もう一度ベアズリー、ベテランベアズリーが左サイドに振った、ピアース、ピアースのセンタリング、トリモア、トリモア一旦後ろを見てボールを中に入れるか、グラウンダー、ピアース、リーハラ、トリモア、ヘディングで流す、井原、キーパーに任せます。そういえば井原が戦前に話していました、まあ、やはりどちらかというとオフェンスの選手よりも日本にとってはディフェンダーが一生懸命やらなければいけない試合になるだろう、ただ柱谷、田坂、そして井原、この3人の連携集中力を一度も切ることなく頑張りたいと話しています。後ろに戻しました、バックパス、でも今日はね、はい、その守備も安定してる、それともう一つは中盤のですね、はい、北沢と森島が非常にいいですね。いやそうですか、特に15番の森島がいい、はい、左サイド相馬、柱谷が前にボールを送る、中山この位置にいた、カズにヘディング合わない、中山ボールを取りに行く、あっと早い出足は山口だ、イングランド一旦下げます、森島ボールを取りに行く、奈良橋胸で押さえて森島へ、森島どうする、奈良橋にボールを返した、前にボールを送って中山、スルスルっと抜ける、これはタッチラインを割っています。
あ、これは宮沢元市長です。2002年アジアで初めて行われるワールドカップ日本開催に向けて、日本のワールドカップ招致委員会も今回の遠征に合わせてロンドンで記者発表を行いました。招致活動とともに今日は招致委員会議員連盟元市長の宮沢喜一会長と江藤誠一郎事務局長、シュート、この試合を観戦しています。なお日本開催に向けてサポートしていくワールドカップフレンドリークラブでは会員を募集しています。まあ、やはり2002年開催の実現のためにも日本だらしない試合だけはこれ絶対やっちゃいけませんね。今前半はそれがない、はい、見事に互角に渡り合っています。まもなく前半の40分を迎える日本対イングランド代表の試合、トリモア持っていった、シュート、右に切れる、これはおっと日本の反則を取られました。いやいや、コーナーコーナーキックですか、ね、あ、最後に井原に当たったということでしょう。さあ前半3本目のコーナーキック、イングランド1本目はニアーに、2本目は長いボールを入れてきました。ニアサイドプリモアがいる、あ、やはりそれで後ろに反らして、これで危ない、危ないぞ、シュートインターン、クラウンダー、これです、これが危ないんです。ですね、ヘディングで後ろに流したところ攻め上がってきます。それともう一つこのイングランドのですね、はい、サッカー の, そのたくましさって言いますかね、同じことを何度も繰り返してやってくる、はい、先ほどはですねショートロング、今度はショートと、はい、こういうねこのなんて言いますか、徹底的にですね、同じことを繰り返して正確にやるというのもまたイングランドのサッカーですね。この今のコーナーキックのやり方というのはプレミアリーグはもちろんのこと、2部3部地域リーグ、果てはもう小学生まで全く同じことをやるそうですね。そうですね。さあまた今度はイングランドサイドバック上がってきたネビル、トリモア、井原がついている、北沢ボールを取って前にボールを送りますが選手がいません。アンスワース、バフィー、アンダートン、田坂、体を入れた、北沢、カズ、逆サイド中山が走っているが中央、北沢、中山に寄ってほしい、もう一度北沢、左サイド相馬が上がってきた、さあその相馬、ボールを取った、中山がいる、カズもいる、森島もいる、中山、あーっと、この辺りはさすがにイングランド、5番のスカールス、いやー今はいい攻め、はい、そしてね、イングランドのフルバックがこれ見てください、スカールス、ダイビングヘッドでね、かろうじてですね守備をしたという、いいボールを抜けていれば、さあ日本は最初のコーナーキックになります。日本はこのところショートコーナーを多用していますが、さあどうか、特にあのイングランドのチームとはですね、はい、ゴール前の空中戦それほどですねこの有利という感じはしない、いいボールだ、いいボールね、はい、今井原そして柱谷も前に上がっていました。日本あわやという決定的な場面を作ろうとしています。手元の時計で前半42分を回りました。ほとんど時間がありません。前半です。日本イングランド0対0、両チーム得点なし。山口かわした、ホーンとボールを貸して数に通らない、スカールス、この人も今日代表デビューを果たしています。アンダートン、この辺りの速い攻めに気をつけなければいけない、トリモア、フリーになった、トリモアフリーだ、前はアンダートン、右に流した、シェアラー、得点王シェアラー、ポーンとガスが、これは相馬、こういった辺りの逆襲に要注意です。それと最後のね、はい、センターリングあるいはシュートに対して今相馬はですねボール持った選手に対して2メートルぐらいまでシュッと寄せましたでしょ、はい、だからセンターリングが体に当たった、今のような守備をですねずっと続けてたらそうは点数取られませんね、はい、まだ得点を許していません日本代表。ショートコーナー、リアズリー、ホリモアへ、今度はカズ下がっていました、カズ、おっと倒されたが、ホイッスルです、これはホイッスルです。まだ日本代表イングランドに得点を許していません。中央左側に見えます、この人がイングランドのベナブル監督、就任して7試合を戦いましたが4勝3分け、いずれもほーっと抜けた、中山、まだイングランド代表監督になって負けを知りませんベナブル監督です。さあ今度は左サイド、ピアース、ベアズリー、8番ベテランです、34歳、下げます、バフィー、大きくサイドチェンジ、日本ボールを取りに行く中山、倒されたらホイッスルなし、流しました、相馬、ボールを取った、北澤、
北澤が後ろを向いて中見える、山口、中山倒された、これはホイッスル、さあ日本チャンスだ。手元の時計で44分を回って日本チャンス。うん、ウェンブリースタジアムはブーイング。さあこれも直接狙いますか。これはまあ直接狙った方がいいですね、はい、うん、北澤は横に行って止めたボールをカズが蹴るという練習を盛んに行っていました。井原はスルスルっと前の方に上がっていきます。壁は 1,2,3,4,5 枚になりました。直接行った、キーパーを抑えた。現在イングランドナンバーワンのゴールキーパーね、はい、ティム・フラワーズ、ブラックバーン・ローバーズのキーパー、そして今年のイギリス一部プレミアリーグの優勝を果たしています。左サイドを戻します。イングランド、この辺り日本も非常に積極的にボールを取りに行きます。いわゆる鴨監督の掲げるゾーンプレス、キャプテン白谷、左に振って相馬、おアンダートン、アンダートンボールを取りに来る、一瞬の二段もできない、アンダートン強い、アンダートン、さあこのまま中央で待っている、キャプテンプラットも出てきた、アランシアラ、プレミアリーグ最優秀選手、42試合で34得点、得点王のアランシアラのシュートでした。今手元の時計で45分を回っています。前半このダイレクトでシュートするところにですね、はい、お今ゲーム終わった、ここで前半終了です。あ、よくやった。日本代表前半が0対0、両チーム得点がありません。日本の大健闘とお伝えしてまいります。この放送やはりここまでやってまいりまして、素晴らしい日本のこの気迫でしたね。あと中山、ね、右の耳のあたりから出血を見ていますか。前半の中頃からね、ちょっとね、はい、出血してるんですけども、お今日本のイレブン、初めてウェンブリースタジアムに立ったイレブンが前半を見事0対0、決定的な場面を作りました。ピンチを何回か迎えましたが、前川の候補がありました。中山、右の耳の横から出血を見ています。しかし闘志あふれる日本のプレー、おそらく今新しい日本のサッカーの息吹をこのサッカー生誕の地イングランドのサポーターも感じていることでしょう。前半ね、はい、この相手のプレッシャー、これをかわせるだけの技術っていうものがですね、出てましたね、はい、だから一人一人ボール持った選手がイングランドの選手にですね、勝ってたわけですよ、これが非常にいいゲームをしたですね、要素になってますね、はい、95インターナショナルチャレンジ、日本代表対イングランド代表、この試合は地元 B スカイ B スカイスポーツで生中継されておりますが、イングランドは押されている、予想外の試合だと、おそらくイングランド代表の監督ベナブルは爪を噛んでいることだろう、やはり地元ロンドンでも日本の大前線も予想外と受け止めているようです。そうですね、はい、まあ、特にウェンブリーといえばこれはもうイングランドのホームグラウンドですよ、はい、そこでやってるこのゲーム前半にした中で、日本素晴らしいと言っていいんじゃないですか、はい、田中のボールを取った、カズが中央にいる、カズが中央にいる、カズに合わせるか、ダーッとそれた、それた、取れました。手元の集計で前半日本シュートは5本、イングランド10本、フリーキック7本、日本、イングランドは5本、コーナーキック日本は1本ですがイングランドは4本、やや数字の上ではイングランドが押していました。しかし日本も決定的な場面を何回か作っています。センターサークル森島、前右に中山、左にカズ、そのカズへ、この辺りのセンターバック、今日イングランド代表は5番のスカールスと15番のアンスワースなんですが、共に代表の試合は初めてなんですけれども、非常に強い選手ですね、たくましいですね、はい、イングランドボールを戻します。さあプラット、キャプテン、キャプテンプラット、トリモアへ、トリモア前をアランシアラーもいるぞ、シュートでいった、前から取った、今の井原をかわして打ったシュートの速さ、ポンポンっていう感じだったですね。これ、プラットからのパス、キャプテンプラット、この後のですね、はい、井原をかわしてからのシュートの速さ、あ、一瞬こう前が空いた、ポンと打ってきました。しかし前川も今日は本当によく守っています。日本ディフェンダー後半に入ってもまだ集中力は切れていません。キャプテン柱谷、
カズがここまで引いてきていました。前にボールを送って森島、アズ、アズ、中山が中央にいる。インサイド奈良橋が上がっていった。北沢にボールを送って、カズへワンツー、シュートか、倒れた倒れた倒れた、ホイッスル、カズが倒されました。日本の選手に関してイングランド代表チームはほとんど情報を得ておりませんが、もちろん三浦のことは全員が知っています。したがって激しいマークでした。今のこのプレー見てね、はい、今日日本の選手たちの非常にいいところは何か、俊敏性ですね、はい、カンカンっていうね、ある距離の短いところを非常にスピードに乗ったプレー、これによってイングランドの選手たちがですね、もう本当にファウルをしなかったら防げないと、はい、では4枚直接行くか、直接行った、浮いた、浮きました。しかし後半のまずファーストシュート、日本はカズが打ちました。それと今日ね、はい、日本のチームが非常に素晴らしいと思うのは、まあ、キリンカップこの前ありましたね、はい、その時にねフリーでボールを持っていながら、はい、次のパスがですね相手に渡るというボンミスが随分多かったんですよ、はい、今日はそれがなかないということは、やはり選手が相当緊張してますね、はい、いい意味の緊張なんですね。いい意味の、一つ一つのプレーを大切にしようと、はい、アンダートン、右サイドネビルも上がっている。シェアラー、アンダートン、アンダートンのシュート、決めたのは11番ダレン・アンダートン。後半の3分、ついに日本ゴールを割られました。前半はバックスがね、はい、ボール持った選手に2メートルぐらいまでキュッと寄せてですね、打ったボール、これちょっと寄せが遅い、はい、かなり前があったでしょ、そのためにね、井原の足に当たってね、はい、シュートのコースがちょっと変わったんですよ。ここですね、アンダートンね、はい、左足、ただ方向は変わっただけ、前川も反応はできませんでした。イングランド代表ついに後半3分得点を奪いました。森島から中山へボールが合わない。船越さん、はい、1点を奪われたんですが、日本代表鴨監督、はい、ハーフタイムのコメントなんですが、ここまで非常にいいペースだと、はい、でも頑張るだけじゃダメなんだ、うん、チャンスになったら、はい、チャンスになったら怖がらずに点を取って勝とう、ここには勝ちに来たんだとコメントをしていたんですが、はい、残念ながら今1点奪われてしまいました、ね、まだしかし1点ですからね。あっと、これはオフサイドはありません。トリモア、中央にキャプテンプラット、アラン・シェアラーも入ってきた、アラン・シェアラーが入ってきた、そのシェアラーへパスが通りません。前川、とにかく日本は1点は奪われましたが、集中力を欠いてはいけませんね。そうですね、それとやはりね、点数取りに行けばいいですよ、はい、何点取られても取りに行く、そう鴨監督は話していました。ダレン・アンダートン代表入りして7試合目ですが、これが通算の2得点ということになりました。だって船越さんね、はい、ワールドカップで優勝したのは世界で6カ国しかないでしょ、そのうちの1つのイングランドね、はい、そこからやはり日本のチームがですね、1点でも取ると、はい、いうことができたらね、これはもう素晴らしいと、こうな私は評価していいと思いますよ、国際サッカー連盟 FIFA には191の国と地域が加盟しています。鴨監督見つめています。右に岡田コーチ。しかしその191国の地域の間で優勝したのは南米に3つ、ヨーロッパに3つ、合計6カ国しかありません。ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、イタリア、ドイツ、イングランド、わずかにその6カ国、それを敵に回している今日の日本。森島倒れたが、ホイッスルはありません。ここはイングランドのホームグラウンドです。おお、サイドチェンジ、アラン・シェアラー、右に送ったキャプテン・プラット、ワールドカップ監督点のプラットが、さあアンダートン、キーパー出た、キーパー前川、一応マイチボンジ、山口、前に送って北沢、もう一度山口、左サイド相馬、相馬がじりじりと上がっていく、前に森島、その森島、ワンツー、相馬、北沢へ、北沢一旦下げる、山口、カズ、カズが前に上がっていくぞ、ね、中山へ、はい、遠目からシュート打ってもいいと思いますよ、遠目から、ペナルティーエリアにね、入る前ぐらいのところでね、一回打ってみたらいい、後ろ、銀色に髪を染めているのが国民的イングランドの英雄、ポール・ガスコイン。さあカズ、果たしてどの
同点シュート火を吹くことがあるんでしょうか。カサカボールを奪った、前にボールを送って中山ヒールで流してカズ、カズからカサカ、カサカ上がってきた北沢、そして森島、あボールを奪われた。さあシェアラーから速い、そして左サイドコリモア、これはオフサイド。この辺りのベテランベアズリーも加わったパス回しの速さ、特にね、はい、イングランドのこの中盤の攻撃的な3人、右から11番アンダーソン、はい、7番のプラット、8番のベアズリーね、はい、この3人は非常にイングランドの中でも技術を持った選手、それが3人並んでますから、はい、やはりパスワークは見事ですね。さあ7橋上がってきた日本、中央に中山控えている、センタリングは、さあこれはコーナーキックを取った。問題はこのイングランドの高さにどう適応していくかですね。ここはやはり変化のあるコーナーキックを期待したいですね、はい、ですから森島が今寄ってきまして、はい、カズとのショートコーナーやるのか。さあ日本柱谷が上がってきた、ほぼ中央にいる井原も上がってきた、井原ニアサイドに走り込んできた、その井原か、北沢、大きい北沢のシュート、わずかに右、比較的身長の高い選手が上がってきたんですが、打ったのは170センチの北沢。北沢今触ってましたよね、はい、とにかくエネルギッシュな動き、こちらのコーチのプログラムにも疲れを知ることのない選手、それが北沢紹介されています。さあボールが上がった、アンダートンだ、アンダートンペナルティーエリアに入ってきた、アラン・シェアラーも走っているぞ、中央だ、これは笠香がクリアします。コーナーキックになります。ちょっと11番のアンダートンをですね、はい、フリーにし始まったですね。ここちょっと気をつけないといけない、はい、さあ例によりましてニアサイドに6番のトリモアがいます。さあこれも後ろに流してくるぞ、日本これは先に体を入れた、カズがクリア、北沢は走っていく、北沢取ればチャンスだ、これは強いイングランド、ボールをゆっくりと展開します。イングランドは過去ワールドカップで優勝したのは66年、このウェンブリースタジアムで行われました地元の大会だけです。不思議なことにこのサッカーの母国イングランドはこの大会の優勝の他は3位にも一度も入っていません。田坂、田坂は上がっています。北沢、北沢からカズへのスルーパス、取ったカズ、打てない、北沢、カズ、いわゆるベルディのコンビ、長い間組んでいました、そのスルーパスでした。現在はイタリアセリエ A ジェノアに席を置いていますカズ、森島、カズ、カズ、カズ、ちょっとファーストタッチが悪かったか、山口、ちょっと状況を見て右サイド、七橋が上がっている、その七橋だ、おっとワンツー取らない、鴨監督、勝つためにのみ試合をやるんだ、何点取られても戦術を変えることはないと話しています。8番ベアズリーですが、中山がボールを取った、左サイド相馬へ、一人選手が倒れています、山口か、さあ相馬が上がってきた、森島、相馬へ、森島ワンツー取った、森島打て、あ打てない、打てない、打てません。4番バティ、キャプテンプラットへ、中山ボールを取りに行く、前にボールを送る、このボールをカットしたのは日本、奈良橋、奈良市中央に送った、中山、中山、もう一度北沢、北沢バウンドしている、打てるか、森島、森島のシュート、右に切れた、左です、左に切れました。おー、この時間帯は日本が攻めています。特にね、森島が絡んだ時いいですね、はい、この森島ね、中山、ターンボールが下がって浮き球、北沢バウンドが合いませんでした。森島シュートは左へ、手元の時計で後半の11分を回っています。日本代表が史上初めてイングランド代表と対戦しているロンドンのウェンブリースタジアム、衛星中継でお伝えしております。船越さん、はい、控えの福田選手はね、思ったよりイングランドの中盤のプレスが甘いと、はい、十分勝てる相手だと言ってますね。おー、そうですか。山口が右に展開、井原この位置にいました、前にボールを送ります、中山に通らない、14番ピアース、奈良橋、森島、この辺りはイングランド高くてそして強い、
前にボールを送ったアラン・シアラーからケン・アンダートン、バキーへ、日本ボールを取りに行ってカズ、あっとこのボールはつながらない、井原左サイドプラット、タッチラインを割って日本ボール。松本さん、イングランド代表といいますと、はい、優勝したあのボビー・チャールトン、要する66年、それから90年、ゲリー・リネカー、そしてこのプラット、ガスコインを要して優勝候補と言われました。この時はベスト4止まりでしたですね、はい、まあ、私もですね、66年ちょうどこの放送席のですね、下でね、イングランドの優勝を見たんですよね、それ以来のこのウェンブリースタジアムなんですけども、はい、まあ、当時はやはりあのボビー・チャールトン、はい、ボビー・ムーア、ジャッキー・チャールトンね、それからネイビースタイル、平星のごとくスターがいましたからね、バキー、マーチン・ピータースとかね、はい、ただ前回アメリカのワールドカップでは予選敗退、出場することすらできなかったイングランドです。さあ日本攻めると、いいボールだこれは、中山、うわーっと数に合わない、わずかに合いませんでした。ケン・アンダートン、ここまで下がっていました。非常に運動量の多い選手です。ベアズリーのパスはフラット、これはホイッスルで反則は日本、イングランドボールになります。まだ十分に時間は残されています。1対0、イングランド代表が後半の3分、アンダートンのシュートで1点をリードしています。足田さん、今回のインターナショナルチャレンジ、日本、ブラジル、スウェーデンをイングランドが迎えて開催されています。アラン・シアラーですが、これはタッチラインを割ってゴールキックです。このインターナショナルチャレンジという意味は、イングランドが世界の強豪を集めて試合を行う、ワールドランキング1位のブラジル、そしてヨーロッパのサッカー界、今新風を吹き込んでいるスウェーデン、それから92年のアジアカップで優勝したアジアチャンピオンの日本、その3カ国にイングランドが挑戦するという形式をとっています。やはりこの辺りにも日本サッカーの成長はやはり注目の位置として認められているんですが、キーパー前川出ます。それはこの選手たちが作った歴史なんですよね、はい、やっぱりアジアでチャンピオンになった、アフリカと勝ったということでですね、うん、このウェンブレーに招待されたわけですから、はい、まあ、まさに今日のこの日ですね、日本のサッカー歴史的な一日ですよね。そして今1点は奪われはしましたが、ほぼ互角に戦っています。おそらくイングランドのサポーターにとっては、まあ、J リーグやったとはいえまだまだという思いがあったんでしょうが、ちょっとその思いにわずかな変化を及ぼすかもしれませんね。特に今日はこの中盤がいいですね、はい、森島、それから北沢と、はい、これ山口がうまく絡んでますね、さあボールがセンターサークル付近向いている。ネビル上がってきた、右に送ってアンダートン、アンダートン、アラン・シアラー9番、今のイングランドを代表するスポーツ選手です。今年のプレミアリーグの最優秀選手、そして得点王に輝いて優勝を果たしています。右サイド攻め上がっていく、中山、さあベアズリー、中央エルが7橋、ボールをカット、ベアズリーロングシュート回る、なあ前から取った。やはり国際ゲームでね、はい、今のように日本チームになったのを敵に渡しちゃうとですね、はい、直接このようにシュートが来ると、やはり取ったボールは最初ですね、正確に味方に渡してほしい、はい、これができたらですね、まだまだ後半チャンス作れますよ、18mm、非常に短い芝のカット、日本の鹿島スタジアムでは 35mm というのがありますから、それの半分ぐらいということになります。しかも雨を含んでいますからちょっと滑りやすい、相手ワンバウンドのシュートは難しいんですが、そこは前川今日は非常に集中しています。北澤剛、そして中盤の森島、1対0イングランド1点をリードしています。手元の時計で後半の16分、まだまだ時間は十分にある。中越さん、はい、日本代表控えの選手5人、黒崎、福田、柳本、大村、小島、全員ウォーミングアップ始めました。そうですか。そして今イングランドの代表選手5人の控え選手全員ウォーミングアップ始めましたね。ガスコインの表情が見えます。はい、とにかく後半になってでも何分でもいいから出たい、そう話していましたポール・ガスコイン。90年イタリア大会のその一人の立役者でありました。さあ今度はコリモは左サイド、加坂が追っていく、コリモは入れた、キーパー前川出る、北澤
左サイドへ振って相馬、相馬がまた北沢へ返す、もう一度相馬、前を見て送るところがちょっとないか、一旦切り返して中山この位置にいた、中央に数がいる、中央に数がいる、北沢だ、前に森島、ん、中山へのパスか、これはパスカット、15番のアンスワース、あー、しかし日本もこの非常に諦めずにボールを追っていきます。さあ日本の控えウォーミングアップを行っています。さあ日本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 の声援はイギリスロンドン郊外のウェンブリースタジアム、コーナーキック、低いボール打った、入った、ゴール日本、歴史的なポイントは井原、日本イングランドから1点を取った、日本ついにこのウェンブリースタジアムで得点をマークしました。井原、今ね北沢とカズがいてですね、はい、ショートコーナーやろうとしたんですよ、ところがゴール前のね井原を見た瞬間、カズのこのコーナーキックが来てですね、はい、やった。1995年6月3日土曜日後半の17分、歴史的なポイントを日本が取りました。1対1の同点になりました。井原は今日の試合が日本代表として通算75試合目、歴代2位タイの数になりました。いいコーナー切りましたね、数が、はい、北沢とショートコーナーとこもったのをですね、井原が入ってきたのをパッと見て変えましたもんね、低いライナーのボール、見事な1点ですねこれは、はい、あの日本最大のエースストライカー浜本邦輔さんの持つ試合の記録を抜いて歴代2位、しかし試合試合の積み重ねですから、そう井原は話していました。しかしその歴史的な、おっとこれはオフサイドです。その歴史的な試合になんと後半17分、日本が初めてイングランドから得点を奪いました。船越さん、はい、鴨監督もね、思わずゴールの瞬間立ち上がりまして、そうでしょう、会心の笑みを浮かびましたね。何点取られてでも取るサッカーをする、さあ中山だ、森島、カズへ、カズが後ろを見て打つか、打った、カズ惜しい、ポストですよ今、あー、わずかに、わずかに右、いやいや、あー、勝ち越せるとこだったんでね、これはしかし日本波に乗った、これポストに当たってますよ、うわー、もう15ミリ、15ミリ左ならば、さあアラン・シェアラーにボールを送る、日本油断してはいけない、トリモアがボールを追っていく、シェアラー中央に走り込んでいる、ケン・アンダートンの前をスルスルっと抜けた、キャプテンプラット、ボールを入れた井原、ビアズリー、ビアズリーポーンと浮かせた、この辺り日本守備は強固だ、森島この位置まで下がってきた、イングランドも必死だ、中に入れるか、ケン・アンダートン、キャプテン柱谷、おっとこれは反則です。あのね、はい、今日本が追いついたでしょ、いよいよイングランドのパワーのサッカーが出てきますよ、パワーのサッカー、船越さん、サイドからですね、長いボールをとにかくですね、ゴール前を送ってくる、はい、それを日本チームどう防ぐかですね、船越さん、はい、黒崎が出てきましたね、14番の中山、今頭に包帯を巻いてますが、はい、右耳の後ろのあたりを切ったということですね、中山に代わって黒崎が今入りました。さあ日本にあっては身長185センチ、非常に高さにもそして馬力もある黒崎、あー中山交代が痛々しいんですが、今日は頑張りました、はい、黒崎はロングシュートですよ、あロングシュート、で今日ね、はい、割とペナルティーエリアのですね、外側20メートルぐらいとかフリーになりますね、はい、割とボール持たせてくれる、あの辺から黒崎のシュートを打てばいいですよ、はい、船越さん、はい、先ほどハーフタイムに黒崎に話を聞いたんですが、今の松本さんの話と同じことを言っています、はい、さあ出た黒崎送った、奈良橋がこの位置まで上がっている、で前半何回か、はい、はい、どうぞ野口さん、野口さんどうぞ、これはクラブのシュート、はい、前半何回かフラワーズがゴールの前に飛び出す場面があるんで、はいはい、ロングシュートで狙ったらどうかな、あーやはりねハーフタイム話していました、うん、シュート力は十分にあります。さあこうなればイングランドも必死になるでしょう、おポールガスコインが上着を脱ぎましたね、今ちらっとガスコインのウォーミングアップの表情が見えました、1年
右足の一つ骨折、二度にわたる手術、1年間代表から遠ざかっていたポール・ガストインが今出る準備を始めているようです。北澤前にボールを打った、黒崎だ、フラワーズが出る。船越さん、はい、先ほどカズのポストに当たるシュートありましたね、あの直後からイングランドベンチが慌ただしくなりましてね、ガスコインがいよいよ登場する気配です、はい、トリモア日本ボールを取る、山口右に送って森島、やはり精神的にも支柱になるガスコインを入れて一つリズムを作ろうというのもあるんでしょう。黒崎カズが走る、黒崎北沢にボールは合わない、合いません。ちょっとイングランドも本気になりましたね。いやもう先ほどからね、長いボールがゴール前に入ってくるようになりましたよ、はい、これはねイングランドとですね互角のチームにやってくる戦い方なんですね、はい、さあ左サイド14番ピアース、今これですね、このボール、はい、今場内が歓声に包まれているのはガスコインがゆっくりとピッチに向かっている、その姿を見てウェンブリースタジアムが歓声に包まれています。バフィー、バフィー前にボールを切ってアラン・シェアラー、ケン・アンダーソン・マイクが田坂だ、そして森島へ、前にカズが走っている、そのカズにボールを送る、アピールキック合わない。アンスワース前に送ってコリモア、コリモア井原がついている、コリモア速い、さあシェアラーが走っているが、これはゴールラインが割りました。ですから日本としお、はい、さあ大歓声です、ウェンブリースタジアム、ポール・ガストインがこのウェンブリーのピッチに帰ってまいりました。イングランドの旗が揺れています。大歓声です。左側ガストイン、ベアズリーとそしてバフィーが下がるようです。ガストインが中盤で試合を組み立てるようです。果たしてまだ体調は十分でないという話もありますが、どこまで行くんでしょうか。ラストイン、ファーストタッチはヘディングだ、ボールを送る、クリアします。19番のガスコインと17番のスティーブ・マクナマンが入っています。ガスコイン、90年イタリア大会でワールドカップで大活躍をしましたガリー・ギネカー、そしてデイビッド・プラット、この3人がイングランドの中心選手でした。中盤でトリッキーなドリブルを披露します。現在はイタリアセリエ A のラッツィオに席を置いていますが、イングランドのプレミアリーグに復帰するという情報も流れています。さあ手元の時計で後半まもなく25分、1対1の同点です。イングランドも使える駒は全て使ってまいりました。そのガスコイン、銀色に髪を染めています。背番号はまだ19番です。体調は万全ではありませんが、日本としては要注意。オフサイドはありません。アラン・シェアラー一旦右に展開する、ネビルが上がってきたサイドバック、ポーンとボールを入れる、トリモアがキーパー前から出た。結局ね、はい、イングランドはね4番のバティ、はい、やや守備的な選手だったんですね、退いて、はい、ここにですねガスコインと17番のマクマナマン、マクナマン、はい、攻撃的な4人の中盤というものにしたんですね。あ、なるほど、後半の手元の時計で25分を回っています。1対1の同点、3分にアンダートン、イングランド、そして17分、歴史的な1点を日本の井原が刻んでいます。アラン・シェアラー、ラストに曲がってきているぞ、シェアラー、シェアラー、コリボーにボールを送る、クリアする、コーナーキックになる、ゴールキックですか、ゴールキックになります。日本としたら守備のところでね、はい、ボール持った選手にとにかく2メートルぐらいまで詰めといて、はい、絶対にですねこういうボールが入らない、あるいはシュートをですねした時には体に当てるという、はい、そういう守備をですね、残り時間やってほしい、はい、とにかく一瞬の隙も油断もあってはなりません。サッカー生誕の地イングランド代表を敵に回して1対1、日本同点です。トリモア、奈良橋、前に森島がいる、その森島へ、森島ヘディングで北沢へ、ガスコイン、クラムが黒崎だ、黒崎、カズへ、黒崎、カズ、カズ、ロングシュートは浮いた、浮いた、浮きました、ちょっと足を引っ掛けましたか。イタリアセリエ A で21試合にわたって出場してまいりました。1年間フルに出場したのはわずかに5試合でした。先発で9試合、延べにしますと1081分間ピッチの上に立ちました。
世界最高峰のリーグイタリアセリエ A、 およそ18時間の戦いでした。悪い思い出もいい思い出も選手三浦知良にとって全ていい経験になったと三浦は話しています。さあコニモア、キーパー前川出る、大きくクリアします。ガスコインヘディングでマクナママンに、中央コニモアとしてコニモア中央バット、これはこいつらありません。ここは敵地イングランドです。左にボールを送ったコニモア、ガスコイン中央に上がっている、キャプテンプラット、ボールが流れます。平越さん、はい、日本代表相馬に変えて柳本を送り込みますね。そうですか、これはそのまままた左のサイドバックあるいはミッドフィルダーの位置に入ると見ていいんでしょう。そのままですね、はい、相馬とポジション変わると、今ピッチに向かう柳本です。柳本もまだ22歳、ここでメンバーチェンジが認められました。相馬も今日はしかし非常にいい働きをしました ね特にディフェンスの面でね、はい、最終ラインまで戻ってですね、中盤の選手としてよく活躍したと、はい、柳本が今戦列に入りました。1対1の同点です。まもなく後半の30分、残り試合時間が15分になろうとしています。船越さん、はい、このウェンブリーには選手が試合時間を把握できる大きな時計がないんですね。そうですね、先ほどから盛んに数がですね、はい、ベンチに向かってあと何分だあと何分だと聞いていますね。ああそうですか。さあ日本点を取れるか。ガスコイン中央でボールを取った、ガスコインだ、パスを送るがカスがカット、あっと押された数。これはしかし日本が勝つというのも夢物語では全くありませんね。まだまだチャンスありますからね、はい、ボールを送るアラン・シアラー、プレミアリーグの最優秀選手。それと日本がね、はい、チャンスを作るためにやはり中盤の正確なパスワークですね、ミスのない長いパスがですね、中盤でつながる、右から左、左から右というサイドチェンジの速さ、はい、こういうものが出てきたときにチャンスですね。このサッカーの母国イングランドにおきましてウェンブリースタジアム、昨年行われた試合はわずかに6試合、イングランドがデンマーク、ギリシャ、ノルウェー、アメリカを迎えて行った試合、そして FA カップとリーグカップの決勝戦だけです。ガスコイン、アンダートン、ガスコイン、カットした日本、前にボールを送る、さあ出てきたネビル、キーパーが出ます。今年も今日がまだ5試合目というウェンブリースタジアム、このスタジアムで試合を行うことはイングランドの選手にとってもほとんどその機会に恵まれない聖地であるわけです。そのウェンブリースタジアムで日本が堂々とイングランドと互角以上に戦っています。1対1の同点です。トリモア、キャプテンプラット、ボールカット、日本、ガスコイン、この辺りがやはりうまい。大きな拍手、ウェンブリースタジアム、1年ぶりに代表に復帰したポール・ガスコイン、ガスコイン、やはりガスコインが、まあ、日本で言いますとあのラモス選手の位置に当たるんでしょうか。そうですね、とりあえずボールを取るとガスコインを探すという形になってますね。ん、これはホイッスルです。ここでホイッスル、鴨監督少し口を噛みました。1対1の同点です、ね、はい、勝てるんじゃないかなという気持ちは私あると思いますね、はい、もし日本がイングランドに勝つとしますと、これはイングランドのみならずヨーロッパのみならず世界のサッカー界に一つのこの大きな電撃的なニュースを送ることになりますね。そしてまたメンバーチェンジです。ベナブル監督、非常に表情は険しくなりました。イングランド、シェリンガムを入れました。イングランド、この人は高さがある、22番のシェリンガムを入れました。日本クリア、マクナママン、ガスコインへ、これはオフサイド。あ、今この拾われてですね、はい、また攻められるというところをバックスがうまくオフサイドラインと、これですね、はい、ラインを作ってですね、決定的なピンチをオフサイドラインで防ぎましたね、はい。さあイングランドはコリモアに代わってテリー・シェリンガムを入れてきました。この人はポスト役です。北澤浮かしてカズやった、オフサイド、オフサイド、わずかにオフサイド。
こうなりますと松本さん、はい、あの22番変わって入ったシェリンガムというのは非常にあのヘディングの強い選手ですから、ですからもう、はい、イングランドの戦闘体制はですね、これですよ。ゴール前に早くですね、はい、ボールを送って、空中戦で勝って、はい、なんとかですね、ゴールを奪おうと、はい、アンダートンネビル上がってきた、日本ボールを奪った柳本、カズエ、うわーっと後ろから激しい当たり、ホイッスルです。今手元の時計で後半33分、1対1の同点です。ガスコイン、体重がおよそ16キロ、手術の後落ちたそうです。ダイエットをしてようやく体が動くようになったとガスコイン話しています。さあその日本、ガスコイン擁するイングランド代表と互角に戦っている。さあシェリンガム、シェリンガムだ、マクナマワン、ガスコインいった、あーボールはつながらずに日本よく守った、日本守った、黒崎にボールを送るが、これはイングランドです。カズもボールを追っていく。さあ今度はイングランド12番のネビル、イングランドは来年地元でヨーロッパ選手権を再開開きます。地元ですからすでに出場権を得ています。ヨーロッパの各国代表は今予選リーグを戦っています。イングランドはその予選リーグに、まあ、変な言い方ですが試合をすることはできませんので、こういった代表の一つ一つの試合が非常に大事になってきます。まあ、ここで調整して勝っていくしかありません。後半まもなく35分を迎えます。残り試合時間は10分。95インターナショナルチャレンジ、イングランド、日本、そしてブラジル、スウェーデン、4カ国の対抗リーグ戦です。左に振った、いい展開だ、マクナママン、中央アランシアラ待っている、抜けた、ペナルティーエリアの中クリアした、拾ったボールはガスコイン、ホイッスルだ、ハンドですね、ハンドリング、ガスコインのハンドリングの反則です。この時間帯は一進一退、日本ちょっとまだ決定的な場面がありません。後半の17分に井原がポイントを奪いました。ベナブル監督真剣だ、北沢浮いた、北沢強い、いけ、打て打て打った、浮いている、リルフラワーだ。今のね、はい、日本チームのサッカーを忘れないことですね、長いパスでチャンスを作る、はい、短い距離っていうのはもう相当激しいプレッシャーがきますから、はい、それをかわすためには長いパスが有効ですね。アンダートン、井原が追っていく、やっと井原が体を入れた、日本代表集中力切れません。船越さん、はい、右耳の後ろを切った中山選手なんですが、今病院に向かいましたね。あ、そうですか。そして福田を入れますね。日本は森島に代わって福田、スピードのある福田を入れます。いや、これまでね、森島、はい、前半から本当によく中盤で動いた、はい、守備もしたし攻撃のところのですね、起点となり突破に、はい、行ったわけですからね、そろそろですね、はい、体力的な限界ということで福田に変えましたね、はい、さあ日本これでよりあるいは攻撃的になる可能性もあります。16番のレッズの福田が入りました。ボールを入れるアラン・シェアラー、この人は危険だ、シェリンガムのシュート、体を入れているディフェンダー、柳本クリア、前線に残っているのはカズ、日本ディフェンスラインをグラッと押し上げた、カールス前に送ってアンダートン、奪ったのは山口、北沢へ、北沢から山口、左サイド柳本がボールを追っていく、ゴールキーパーに返します。おー蹴り上げました。後半のまもなく37分、この95インターナショナルチャレンジはリーグ戦ですので延長戦はありません。いや、しかし優勝するのが史上命題の地元のイングランドとしては、日本に引き分けというのはこれはもう本当に予想外でしょうね。予想外なんてもうよりもですね、はい、まさか日本がここまでやるというね、これはですね、想像してなかったでしょうね、はい、ボールをガスコイン、お、抜けた、アラン・シェアラー、センタリング、クリアする、シュート、これも当たった、日本黒崎井原がクリアします。うわ、危なかった危なかった、日本ロンドン郊外北西に12キロ、地下鉄に乗りますとおよそ20分のところにこのウェンブリースタジアムあります。
ガスコイン右に振ったシアラ、日本クリア柳本、そして北澤をつなぐ、前に黒崎がいる、黒崎を走らせる、右サイドにカズもいるぞ、イングランドクリア、15番のアンソワーズが入っていました。柳本が前に上がってきました。この柳本がスローイング、カズ頭で落として柳本、中央にボールを入れる黒崎、あっと長い長い、今地元スカイスポーツのコメンテーターの話が入ってきましたが、イングランドは日本を甘く見すぎたようだ、予想以上に日本は強いということなんでしょうね。いや、まだ戦ってないのにですね、はい、そういう判断をしてもらったら困る、やってみて、このグラウンド見てくださいよ、はい、今日ねゴムゴムじゃないですか、先日ヨーロッパ選手権その予選でドイツが地元でウェールズと引き分けた、ドイツのサッカーファンを大いに失望させたという記事がヨーロッパ中を駆け巡りましたが、おそらくそれ以上に衝撃的なニュースとして、もし引き分ければあるいは日本が勝てば、このヨーロッパ中に日本のサッカーを改めて印象づけることになるでしょう。しかしまだまだ時間がある、油断ができない、アンダートン、もう一度右に展開、ネビルサイドバック上がってきた、ボールを入れ、低いボールだ、シュート打つか、アンダートン一旦下がる、黒崎、あーっとこのパスが危ない、キャプテンプラット、プラット、プラットだ、まさか、あーっとこれはダメだ、 PK ではない、 PK ではない、これはフェアではない、はい、フェアなジャンプですよ、はい、今日の主審はオランダのウィレンバーグさんです。うーん、何せホームがイングランドですからヒヤッとしました。しかしこのウェンブリースタジアムではブーイングが起こっています。いや、このブーイングはね、はい、イングランドがまだ1対1だからなんです。リードしていれば出ないですね、はい、ここで日本に反則がありました。今手元の時計で後半40分を回りました。あと5分、ネビルボールを入る、低いボールだ、シェアラー一旦下げる、アンダートン、柳本が追っていく、クリアしなければいけない、まっ体を入れた、柳本はね、はい、スピードを持った選手ですから、こういう時はね、いい守備しますよ、はい、カズが手を挙げている、前線を張っている、現在2トップはカズと黒崎、今日はロンドンの日本人学校から退去してこのウェンブリースタジアムに応援に駆けつけています。北澤は話していました、まるで敵地ではないようだ、今そのウェンブリースタジアムの銀さんに日本日本の声がこだましています。右サイドに上がった福田、キーパーに返す、カズが追っていく、カズが追っていく、キーパーこれはもうタッチラインに逃げるしかない。ご覧のように日本のファンがたくさん詰め掛けています。これは反則はイングランド、日本の反則になったようです。ガスコインがボールを持っていく、ガスコインがボールを運ぶ、前に送る、アラン・シェアラーだ、右に展開するケン・アンダートン、ネビル上がってきた、サイドバック、そのネビルにボールが渡った、中央にシェアラーがいる、シェリンガンもいる、倒れた、ホイッスル、ここですね、はい、一度井原がですね、一人一人のマークを確認して、はい、このフリーキックをですねちっと抑えてほしいですね。怖いのは22番のシェリンガム、そして9番のアラン・シェアラー、井原が手を出しています、リードして、はい、蹴るのはケン・アンダートン、ん、いや違う、こちらから行った、ボールを浮いた、あっとバーナーだった、グラウンダーのボールを弾いた、よくやった、日本守った、日本守った、前川がレッドカード、レッドカードが出ました。これはハンドリングで PK ですか。柱谷にレッドカードが出たようです。手でボールを出したということでしょう。もう一度見てみましょう。この後です、この後です、ここです、あーっと柱谷の手ですか。柱谷にレッドカードが出ました。もう一度この後です。右にいるのが柱谷、グラウンダーのボール、あー手が出てます。あー、やむを得ないということですが、柱谷は退場。さあ、そしてペナルティーキック、これはまあ
ある意味では致し方ありません。足高に退場。ペナルティーキックを蹴るのは7番、決まった。キャプテンデビッド・プラット、イングランドの窮地を救った。今足高がピッチから去ります。鴨監督が2回3回と今肩を叩きました。その時ウェンブリースタジアム雨が降ってまいりました。後半の43分のことでした。さあ試合が始まっています。足高がふーっと一つ息を吐いて今グラウンドから姿を消します。さあしかしまだ日本時間はあるぞ。黒崎のシュート、うわー惜しい。手元の時計で現在43分45秒。まだワンチャンスあります。ありますね、はい、まだ日本集中力を切ってはいけない。ここですね、はい、とにかくボールを、ね、取りに行く、取ったボールを早く攻めるという、ね、はい、最後まで諦めずに。あら、このボールは大きくタッチラインを割っていきます。それはイングランドに反則があったようです。さあ日本早く攻めたい。出した、黒崎だ、ペナルティーエリアの中だ。イングランドの石、カサカ、シェリンガム、前にボールを送る、アラン・シアラーだがオフサイド。主審が今一瞬時計を見ました。前にボールを送る、山口から黒崎、胸で叩いて北沢へ。左サイド、柳本の走っているがボールが渡らない。このあたり大事につなぎたい日本。ボールをポーンと浮かせる井原、ヘディングで柳本、危ないぞ。キーパーが出る、クリアします。手元の時計で今後半の45分を回りました。すでにロスタイムに入っています。この試合2対1、イングランド1点を勝ち越しています。そして今ホイッスル、東洋の国日本、このウェンブリースタジアムで十分にイングランド代表を敵に回して戦いました。今ガスコインと三浦知良がユニフォームの交換を行いました。今終わった瞬間に地元イングランドサポーターからはブーイングに近いものが出ました。出てましたね。それだけ日本の健闘が目についたという試合だったんですね、特にね、内容が良かったですね、はい、特に中盤からですね、相手ゴールへ攻めるこのスムーズといいますか、はい、相手のプレッシャーをかわすだけのサッカーができましたもんね、今日は、十分に互角以上に試合を展開してまいりました。後半の3分にアンダートンに先制のゴールを許しました。しかし17分に歴史上初めてイングランドから得点を奪った日本の井原、この17分点を奪ってからはしばらく日本がかなり優位に試合を進めましたからね、相手のプレッシャーをですね、かわすだけの日本のサッカーができましたからね、はい、今サポーターに手を振る日本のイレブン、大きな歓声に包まれています。そして1年ぶりに代表に戻ってきたガスコイン、イングランドから点を取った井原、はい、今日のこのゲームは、ね、非常に大切なことがあるんですね、2002年ワールドカップを日本に誘致しようという時に、はい、代表の実績がなかったんですよこれまでね、で今日のこのゲーム、はい、過去ワールドカップで優勝したことのあるイングランドとですね、互角に戦えたというこの内容の評価っていうのは私はされると思いますね、はい、井原がしかし十分に戦った評価は得られますが勝つことはできませんでした。おそらくイレブンは十分に戦った満足感と敗れた悔しさ、今はまだ敗れた悔しさの方が大きいんでしょうね。大きいですね、はい、やれたということと、それからまあ最後ペナルティーキックでしょ、これで決められたというところにですね、なんとなく選手たちにですね、うーんっていう気持ちはあると思いますね、はい、耳の横を切っていました中山、今このウェンブリースタジアムに戻ってきたようです。このウェンブリースタジアムには付属の病院もありまして、すぐ近くに選手の医療機関があります。今ガスコインのユニフォームを身にまといましたカズ、両手を大きく上げました。引き上げていきます。黒崎、福田、本当に日本イレブンよくやりました、そのよくやれた中で、はい、
やはりあの日本人の良さといいますか、この瞬間的な速さによってですね、あのヨーロッパの激しいサッカーをかわせる、これがまず一つ実証できましたよね。それからこの長いある程度のパスを通せば、プレッシャーをかわしてですね、チャンスを作るということもできたと、いうことでですね、非常に収穫が多かったと思いますね。放送席、はい、野口さん、放送席、はい、井原選手にお話を伺います。試合終わった直後ですが、どうですか今率直な気持ち。いや、 やっぱりね、勝ちに行ったんで、あの最後の、ね、PK がちょっと悔やまれるんですけど、まあ、テスさんも体を張って、ね、守ってくれたんですけど、なんとか、まあ、最悪でも同点で終わりたかったんですけどね、はい、非常に惜しい試合展開になりました。でも歴史的なゴールもありました。あのゴールをちょっと振り返っていただけますか。そうですね、まあ、カズさんからね、あのいつもニアのボールでいいボールが来たんで、僕は頭を合わせるだけでよかったんでね、まあ、ゴールできたことは最高に嬉しかったですね。はい、はい、ありがとうございました。そして続きまして三浦選手です。試合終わった直後なんですが、率直な今の感想をお願いします。イングランド戦の。悔しいですね、勝ちたかったです。三浦さんのシュートでポストに当たったシュートもありました。あの時間帯日本が押して押して押しまくっていたという感じを受けたんですが。そうですね、あの1対0で先制されて、その後追いついていいリズムでできてたんでね、まあ、最後の爪の甘さですかね。また次頑張ります。このイングランド戦を通して何か収穫はありましたか。みんなのびのびやってくれたと思うんで、そういう意味ではみんないい経験したと思うんで、次の試合にね、もっとこれを活かせるように、次の試合から何とか、ね、ブラジルですけど勝てるように頑張りたいと思います。そのブラジル戦ですが、個人的には非常に楽しみなんじゃないですか。楽しみです。頑張ります。ありがとうございました。放送席以上です。